エアロスター 9KG MP38FK オダ Q、バスエアロスターキロリットル MP37JM、演習鉄道エアロスターエコハイブリッド BJG、MP37TM、名鉄バスエアロスター MU、MP218M o ダ Q バス初代、エアロスターと2代目エアロスター ANAA、グランドサービスチューブ、エアロスターは、三菱ふそうトラックバスが製造、販売する。 大型路線バス車両である。本港ではエアロスターの直径の前身である三菱不走 MPK、MRK、B8K も合わせて扱う。R2801957 年式 MR 以前のフレーム付リアエンジンバス R200 系江ノ島鎌倉観光 R1 は1950年に発売された三菱発のリアエンジンバスで 定員は79人とボンネットバスの1.5倍に相当する。続いて1952年には横置きエンジンの R2 が発売された。1955年には地理輸出仕様の R32 が製造されたが、日本仕様は存在しなかった。三菱日本重工業が最初にフレームレスモノコック構造を採用した路線車で、1959年に発表された。 リーフサス仕様の MRK、エアサス仕様の MARK があった。また、フレーム付き車種は R、AR 系の設定が継続し、R300 系、R400 系の設定があった。当初のラインナップは、直列6気筒の DB31 型エンジンを横置きにした MR300 系と同エンジンを縦置きにした MR400 系に分かれていたが、 登場翌年には、横置きエンジン車の製造が中止され、MR400 系に一本化された。形式は車体及びホイールベースの長短によって、細分化され、またマイナーチェンジごとに、細かな変更があったが、10メートル弱の MR410 型と10.5メートル弱の MR470 型が、多くのバス事業者から支持を獲得し、当時の路線車のベストセラーモデルとなった。 また、1963年には、長尺車として、MR430 が発売された。全長12メートル、前輪二軸という路線バス車両としては異色の車両であったが、当時の道路事情では、長尺車をフル活用できる場面は少なく、むしろ大型すぎるために走行道路に制約があったため、国鉄バス、名古屋鉄道、旭川バスの3社へ、 富士重工ボディ11台、クレハボディ3台の合計14台の販売実績しかなかった。なお、エンジンは1964年に DB31 型と同出力の 6DB1 型へ変更されている。1977年、静岡鉄道に納入されたのを最後に製造終了となった。派生形式として電気バスの ME460 型がある。 蓄電池をユニット化し、充電の際は蓄電池ユニットを車体から下ろして充電済み蓄電池ユニットと交換することで車両自体の運用効率を高めることとしたのが特徴でバス営業所に設置する蓄電池ユニット急速交換設備も合わせて開発された。百七十二年に試作され、翌百七十三年から百七十六年まで 神戸市交通局が試験的に4両を採用した後、1979年から京都市交通局が6両を落成営業所に配置して、西京区内の落成ニュータウンで1987年まで本格的に営業運行を行った。京都市が導入した車両は、車体が MP シリーズと同じ三菱製 B35 型ボディとなっている。蓄電池の寿命が短いことから、 ディーゼルバスより高コストとなることや冷房化が困難であったことなどから後継形式の開発は行われなかった。B806 系観光モデルについては三菱不走、エアロエースの項目を参照のこと。B800、B805、1967年に登場した高出力路線モデルで B800 系はリーフサス、B805 系はエアサス仕様。 エンジンは V 型6気筒 6DC2 型でホイールベースの違いにより J、K、L、M、N の各形式が存在した。例えばエアサス仕様の10メートルクラス車であれば B805、J 型となる。6DC2 型エンジン最大の特徴は高出力でありながら 6DB1 型よりコンパクトなことであった。そのため、 エンジンを床下かそうとせずとも客室最後部の段上げ、俗に言うの段の発生を避けられるメリットがあった。バス事業者によっては、客室居住性と整備性の両面に優れるという理由から m r 系より b 8系を好んだところもあったという。B820JB820J 高松こと平、電鉄1969年に東京モーターショーの会場で発表された、 路線用低唱ワンステップバスで翌々年に正式発売された。B800 シリーズを名乗るもエンジンは MRK と同じ6 d b 1型をリアの右隅に搭載した。またデフギアを右側に寄せた専用アクセルも採用しており、後に普及を決定づける K9 型ワンステップバスとは全く違う方式となっている。ボディはクレハ製で扉配置は前。 ご扉である。スタイルは一般車より全面走過端とヘッドランプ位置が低く、当時としては画期的な58センチメートルの床面高さを実現したモデルであったが、前後オーバーハングが長かったため走行可能な道路が制限され、販売数はわずか37台にとどまった。阪急バス、大阪市交通局、高松琴平電鉄、高松バス、 東京空港交通、大阪空港交通が採用した。1976年、それまでの MR、MARK と b 800、8 0 5系路線仕様の後継モデルとして誕生した。直噴式 6D20 型エンジン搭載の MP117、517からラインナップされ、ホイールベースは4.8メートル、5.3メートル、 5.85メートルの3種類。昭和51年排出ガス規制もクリアしていた。車体は MR 系の G4 型ボディを継承したが、側窓が2段サッシュのみの設定である程度で、三菱製とクレハ製では、ライトベゼルやホイールアーチが異なる。当初は MR 系、B8 系との並行生産だったが、1978年に直列6気筒。 4年消失式録 D21 型エンジン搭載の MP107 がラインナップされ、同年に MRK、B8K は生産中止となった。同時に指定車体である三菱製のボディを B35 型ボディにモデルチェンジ。路線用の B35X2 型はその風貌からバス愛好家からブルドックという愛称で親しまれ、またリアガラスを大きく取り、後部方向膜を 車内側から吊り下げるデザイン勝利は、後年のバスに大きな影響を与えた。三菱、クレハボディのほか西日本車体工業製車体を仮装した車両も製造され、親会社である西日本鉄道を中心として、西日本の事業者に多く納入された。モデルは1978年までは 42MC を仮装し、同年から 53MC に切り替えた。また、 富士重工業製、R13 系車体を仮装した車両も製造された。三菱不走、MP2020 年現在も現役の KMP118 系熊本バス1980年昭和54年排出ガス規制に適合。直噴式 6D22 型エンジンが新たに開発された。KMP107、118、518となる。 これに伴いクレハ製も B35X2 型ボディに変更し三菱製とデザインを統一するが、1982年に当時の MK 及び MM に似たスケルトンボディを設定。都営バス、京都市営バス、新潟交通向けなどに数パターンが試作され、やがてエアロスター系の原型となる。なお、4年消失式の KMP107 系は1982年頃に、 製造を中止している。1984年、モデルチェンジを行うことなく、昭和58年排出ガス規制に適合させ、PMP118、518となる。クレハを含めた車が、スケルトンボディに移行していく中、三菱製は、モノコックボディのままであったので見劣りが否めず、このため三菱製での仮想例は少ない。また、フィンガーコントロールトランスミッション仕様が、 初めて設定される。西港、富士重工の車体を仮装した車両も製造された。西港では1983年まで 53MC を仮装し、それ以降はスケルトンボディの 58MC に切り替えた。富士では1982年まで R13 系を仮装し、同年から R15 系に切り替えている。 三菱不装、KMP128MKMP128M 名鉄バス1982年、名古屋鉄道向けに2台だけ製造された形式。KMP118M 型をベースに、エンジンレイアウトを、リアアンダーフルアー構造とした試作車で、エンジンは専用の水平シリンダー式 6D23 型。ボディは、名古屋製作所製、B35X2 の、 側面メトロマドタイプとなった。三菱不走では唯一とされるアンダーフロアエンジン方式の車種であったが、同社製バスを採用する事業者の間では直立シリンダーエンジンを支持する向きが強く、名鉄以外からの KMP128 系の発注はなかった。三菱不装、エアロスター m k c m p 6 3 7京都京都交通局エアロスターは1984年、 三菱自動車工業製の MP シリーズをフルモデルチェンジ、先にデビューしていたエアロバスに次いで車種ネームが与えられた。市街地路線用バスの星になることを願ったものとみられる。ボディスタイルはそれまでのモノコックボディから近代的なスケルトンボディに一新。またフロントマスクは左右非対称の上向口側に視野拡大窓を設けたスタイルとなった。トランスミッションは フィンガーコントロールミッションの5速マニュアルで、通常は O、D 式5速だが、オプションで直結5速も選択可能。なお、ロッド式も選択可能である。またオプションで機械式オートマチックトランスミッションが設定されていた。自家用向けのタイプ以外は、機関直結式冷房装置が標準装備となったが、北海道や東北地方では、 路線車でも比例防止用を導入した事業者が多い。車体は上に行くほど狭くなるスタイルである。この車種に限らず、角、コーチビルダーとも、車体断面はフレーム付きやモノコック車体の頃から緩いタル型である。ヘッドライトは丸型4頭が標準であるが、オプションで角型4頭も設定された。この形式で特筆される事項として、MP118、 518K ではオプションだった運転席のタコメーターが全車標準装備となったほかエンジン回転数がタコメーターのレッドゾーンに到達しなくても一定の回転数に到達するとインパネのランプとビープ音で可回転を警告する不経済走行警告灯が追加されたことであるオーバーレブ時に点灯する赤いランプではなくオレンジ色に光る不経済走行の文字が点灯し ビープオンもオーバーで無事の P ではなくピコピコという音で、これは後のモデルでも同様である。作動回転数は設定により変更可能。なお、この機能は同時期にマイナーチェンジを受けたエアロバスにも追加されている。ただし、MS8K の場合は排気ブレーキ作動中は動作しない。三菱不装、エアロスター KUMP218MK ファン。 京都交通純正車体は、三菱明治製のエアロスター M と、クレハ自動車工業製のエアロスター K の2種類が存在する。両車は、全面、後面や屋根カーブの形状が異なっており、エアロスター K は丸みを帯びた嫌みのないスタイル。エアロスター M はそれより、直線的で近代的なスタイルとなっていた。1993年には、両車の車体設計が、 エアロスター M に統一され、後に、車体製造が、三菱自動車バス製造に一本化され、大江工場での生産はなくなった。なお、クレハでは、PMP118 系にエアロスター系を仮装した、事例が、わずかながら存在する。この他の仮装例は、西日本車体工業製がある。同社の 58MC ボディが仮装されたものは、西日本を中心に多数存在する。 また、富士重工業による仮装例もあり、この場合、1988年までは R15 系、それ以降が R17 系となる。ただし、採用した事業者はごく一部に限られ、総数は少ない。江ノ島電鉄バス、京成電鉄、小港鉄道、広島バスなどは、富士重工業製を好んで仮装していたが、2代目エアロスターの登場。 富士中工業の対応中止などが重なり、MBM 製を導入するようになった。なお、2002年6月の道路交通法改正で、大型2種の技能試験に、路上試験が導入されたが、試験車両の新基準に符号し、かつ、中古車両の流通量が多いため、MP218 を改造して、 教習車両及び試験車両として使用する自動車教習所もある。ほとんどが路線バスでの採用だったが、京都交通では全国的にも珍しいトイレ付きの車両が特急バスとして運用されていた。これらは親会社の日本交通からの中古車に置き換えられ、全車廃車となっている。p m p 十八六百十八系初代エアロスターは百八十四年。 それまでの KMP118-518 系を全面モデルチェンジして誕生した PMP218-618 系に始まる。エンジン形式こそ 6D22 で変わらなかったが、標準出力者で 158kW から 165kW2200rpm に出力が引き上げられており、エンジン音も MP118-518 系と、 異なったものになっている。さらに、ターボエンジン搭載車も、改造扱いで途中から、追加設定された。また、車体寸法の見直しが行われ、ホイールベースは、短尺中間尺長尺の3種類になった。そして最も大きな差が車体である。指定車体である、三菱製または、クレハ製のそれは、従来のモノコックボディから、スケルトンボディに切り替えられた。 なお、車体形状により、末尾に識別記号を加えた。1988年には、マイナーチェンジが行われ、内装が、エアロバス同様茶色系から灰色系へと変更された。他には、FCT のインジュゲータもデジタル表示に変更されると、共に、エアロバスと同様に、タコメーターの下部に配置された。UMP218 618K1990 年の平成元年排出ガス規制適合で UMP218、618K になったがフロントバンパーのフォグランプが丸型から角形になったことターボエンジン搭載車の出力がわずかながら増加された以外大きな変更点はない。なお、1992年生3分よりマフラーの位置が右側に変更されている。 名古屋ガイドウェイバスの試作車のベースに採用された。1993年にシンクレハ自動車工業が三菱自動車の完全子会社になり、三菱自動車バス製造に社名変更。工場を富山市府中町に移転し、名古屋の三菱自工大江工場と2カ所で行ってきた大型バスの製造を1996年までに富山の新工場へ集約する。詳細は、 三菱不走バス製造歴史を参照。KCMP217-617 系三菱不走、エアロスター MKCMP617N 北海道北見バス1995年の平成6年規制適合で KCMP217-617 系となった。この時、エンジンが 6D24 に変更された。 KCMP217-617 系はフルモデルチェンジが計画されていたため、翌1996年9月に MBM 製造分は終了したが、1997年2月に名古屋市交通局が在庫59両を導入した。西高ボディ及び富士重工ボディを仮装するものは、シ,ャシー供給で1997年まで製造された。 西高生ボディの大半は 58MC での仮装になるがごくわずかに 96MC を仮装した車両が存在する。形式は以下の通り。1984年11月、三菱自動車工業と名古屋鉄道が共同開発で初のワンマン運転対応の本格的なノンステップバスを試作した。 名古屋鉄道と名鉄グループの岐阜乗り合い自動車に5台ずつ導入された。京浜急行電鉄羽田営業所にも1台導入されたが、京急仕様では乗降時間短縮のため、中扉が2枚引き戸の両開きスーパーワイドドアとなっていたのが特徴で、三菱車では初の装備であった。なお京浜急行では、その後、低小バス普及のため、 京急型ワンステップバスを導入しており、1988年に日のブルーリボンのワンステップバスを改造扱いで導入、同種の車両をエアロスターでも導入している。全中飛間の床を 350mm まで下げ、ノンステップ化を実現しており、扁平タイヤを採用している。エンジン部分は通常のバスと同じ構造であるが、室内はデッドスペースが多く、 ほぼ座席一列分ほど、室内有効長は短くなっていた。高価であったため、一般乗り合い用としての導入例は、上記の3事業者のみで、1987年頃まで製造された。他に、成田国際空港内で、日本航空のクルーバス運航を受託していた、千葉観光が貸切登録で2台保有していた。その後、1994年に、名鉄向けとして、 上記のノンステップバスの生産初期車を使用していた名古屋空港循環車用の代替として1台が追加製造された。エアロスター系都市型低商バス MP6X 東京都交通局1991年4月、東京都交通局は東京都庁が現在の庁舎に移転したのを機に新宿駅西口と都庁周辺を循環するシャトルバスを運行開始した。 この際に大型車4両は床面地上高 550mm のワンステップバスを納入した。これが後に都市型低床バスと呼ばれる車両である。三菱不走では駆動系を標準車とは異なる横置きエンジンレイアウトでアングルドライブの一種である T ドライブを介して動力を伝達する方式で、あと扉を設けた場合もフルフラットとすることができた。 また横浜市交通局も試験的に一台導入した。バスラマインターナショナル5号特集1とバスの都市型調停床バスでは UMP618 系回と既存形式の改造扱いとなっている。1989年前年に日野自動車と京浜急行電鉄が共同開発したいわゆる京急型ワンステップバスを普及させる目的で シンクレハジコが生産に応じたのが最初である。当時、京浜急行は、日野製一般路線車を神奈川県の営業所に集中配備しており、東京都内の営業所に配備するには他メーカーの代用が絶対必須であったという事情がある。このため、シンクレハジコが日野に続く形で、京急型ワンステップバスを生産して、京浜急行バス、羽田営業所に納車した。 当初は三菱自動車大江工場では生産されなかったためエアロスター M ボディでの生産例は京浜急行電鉄に限れば1993年までなかった2代目エアロスターになってからも若干数が生産されたが2000年下期の1台を最後に京浜急行バスは不創性一般路線車の新車を原則ノンステップに統一した上 三菱リコール各種問題による取引停止もあって、しばらくの間は、新車が途絶えた。しかし2011年、羽田空港横浜駅間のリムジンバス用として、久々に生産が行われた。エアロスターリフト車 UMP628、軽リフト付き車、都営バスなどに納入。1995年に、平成6年排ガス規制対応により停止。 MP627 系になる。全車クレハ、MBM 製で1993年以降もエアロスター系デザインだった。都営バスの入車は代替のため次々に退役しているが、都営バスが2005年以降、自動車 NOX、PM4 をはじめとした環境規制を厳格化させる観点から、同業他社への譲渡を極力認めない方針にしたため、 他社での再活躍は望めなくなったが、その後2008年度より、KC 台車は条件付きで譲渡を再開した。タイでは、三菱系輸入車足に、国内車体メーカー製のバスボディを仮装し、バンコク大量輸送公社により、バンコク都市圏で路線バスとして使用されている。タイ国内製の車体ではあるものの、外観は、日本製の初代エアロスターに近いイメージとなっている。 エアロスターは1996年9月に発売を開始した。発売当初は先代と区別するためかニューエアロスターの故障が用いられたが次第にエアロスターと表記されるようになったためここではエアロスターと表記する。ラインナップには当初2ステップバスと1ステップバスのみが設定されたが1997年2月には 国産初の本格的なノンステップバスの発売が開始された。トランスミッションは初代エアロスターと同じフィンガーコントロールトランスミッションの5足マニュアルと5足機械式オートマチックトランスミッションアリソン製6足トルクコンバータ式オートマチックトランスミッションが存在する。車体はクレハの後ろ身である MBM で設計したこともあり。 どちらかというと、先代の K 型ボディを基調にモデルチェンジした感じになっており、初代モデルの MP に 6K に比べやや丸みを帯びていながらも、正面からの上部への絞り込みがほとんど抑えられ、垂直線を強調した全体的にボクシーなスタイルへと変わった。内装も、旧モデルの名古屋製作所製 M 型ボディにあったような、上高工場部や冷房ダクト端部などの樹脂。 成形品の使用が少なく、インパネの形状もシンプルになっており、初代型に比べややオーソドックスな内装に戻っている。三菱不装、エアロスター KC MP717P 日本交通1996年9月に、エアロスター M をモデルチェンジする形で登場。それまで、三菱大型路線バスは、三菱自動車名古屋製作所と、 三菱自動車バス製造の双方で製造されていたが、今回から三菱自動車バス製造での製造に一本化した。発売当初の形式は、ワンステップバスツーステップバスのみであり、エアサスが MP717 系、リーフ式サスペンションが MP317 系となった。運転席周りの軽機類もエアロバスと同等になったが、エアロバスに先駆けて、 衝撃吸収型ステアリングホイールや警告表示部分に LED 式表示灯を採用したり、エアロバスには標準装備のバッテリー電流計が省略されるなど細かな差異があった。エンジンは初代と同じ引き続き 6D24 が採用された。1997年2月には国産初の本格的なノンステップバスが追加された。なお、三菱自動車は ノーステップバスの故障を使用。エアサス車のみの設定で、高出力ターボは選択できず、標準出力自然吸気のみの設定だった。形式は可表を参照。空欄の部分は設定がないことを表す。また、本形式より設定されたワンステップ車については、車体識別記号の前に、部位が入る三菱不走、エアロスターワンステップキロリットル MP3 を、 JP シャリバス2000年5月23日に平成11年排出ガス規制に伴いエンジン関係の改良が行われた。外観に変化はないが、コモンレール燃料噴射方式やクールド EGR の採用が行われたほか、標準出力車に限りあり損在のオートマチックトランスミッションが新たに設定された。エンジンは 6M70 系である。また、 アイドリングストップシステムが自家用2ステップを除き、標準装備化された。ただし、ノンステップバスでは、KCMP747 系と同じく、高出力の選択はできず、標準出力者のみとなる。この他、ステアリングホイールも同年にマイナーチェンジを受けた、エアロバスと同等のものに変更された。さらに、駐車ブレーキもホイールパーク式に変更され、 これは後に運転席の横からシフトレバーの横に設置されるようになった。形式の付け方がこの世代から変更になり、エアサスノンステップバスがキロリットル MP37 系、エアサスワンステップバスツーステップバスがキロリットル MP35 系、リーフサスワンステップバスツーステップバスがキロリットル MP33 系となる。リーフサス社は2002年にラインナップから姿を消した。 同年後半からは、標準出力仕様において、平成17年東京都ディーゼル規制に対応した、低圧ターボ付きエンジン車も追加された。こちらは、ノンステップでも、選択可能である一方、ツーステップには、非設定。ノンステップバスでは、標準仕様の中扉引き戸ではなく、KCMP 系に続いて、中グライドの仕様も可能であり、遠州鉄道をはじめ、立川バス、 両村 A バス等でも導入された。外観が KCMP とほとんど変わらないため、外観での KCMP 系との識別は困難である。車内のドア下部に設置されている製造名板の製造年月、並びに駐車ブレーキで判別できる程度である。また、名古屋ガイドウェイバスにリフト付き2ステップバスが導入されている。ディーゼル車は PJMPK 発売後も2005年8月まで継続販売されていた。形式は過表を参照。空欄の部分は設定がないことを表す。三菱不走、エアロスターノンステップ PJMP37JK、神奈川中央交通2004年3月8日からは、新短期規制適合車が発売。 コモンレール燃料噴射方式やクールド EGR のほか、グローバイガス吸気還元システムや連続再生式 DPF が採用された。エンジンはキロリットル MPK と同じ 6M70 系であるが全モデルともターボ化された。高出力エンジンはキロリットル MPK と同じである。一方、標準出力エンジンはターボ化に伴い最大トルクはアップされたが、 最高出力は、キロリットル MPK と一緒である。なお、ノンステップバスは引き続き標準出力のみの設定である。一方、外観には特に変化がなかったが、2005年10月、製造分以降は2006年に1月実施の透下器具の保安基準改正に対応するため、リアコンビネーションランプの変更、取り付けが義務付けられた、側面反射板の取り付けなどが行われた。 また、補助ブレーキランプ及び一部のリアウィンカーが除去された。その他、これまで2種類存在した、ステアリングホイールの形状が1種類に統一された。形式は可表を参照。空欄の部分は、設定がないことを表す。三菱不走、エアロスターノンステップ PKGMP3 ゴーム、海名古屋市交通局先行納入車2007年9月26日に、発売された。 平成17年排出ガス規制及び平成27年重量車燃費基準適合車。基準値に対して粒子状物質の10%低減を達成している。このモデルから三菱不走トラックバスと日産ディーゼルがバス事業における提携を開始したためラインナップに大きな変更が加えられることになった。ディーゼルノンステップバスは 日産ディーゼルのスペースランナー RA 及び、その OEM 供給者であるエアロスター S に統一されることになり、当社種からは一時的に姿を消していた。そのため当初はワンステップバスとツーステップバスのみの製造だったが、MPK との共通性を望む従来からの MPK ユーザーの要望と、日産ディーゼルが製造するエアロスター S 及び、 スペースランナー RA の生産量増加に伴い納期が遅滞し、その解消のため2009年4月16日に MPK ノンステップバスも P 尺を除いてラインナップに追加された。ただし、こちらは PJMPK までのノンステップバスと異なり、ワンステップバスの改造扱いとなっており、形式も PKGMP37U ではなく、PKGMP35U 改めである。 そのため車体高さはワンステップバス並みで窓が拡大されており得意な形態から愛好家の間ではゲテノンとも呼ばれる。こちらのノンステップバスは中扉より後ろ部分が従来のエアロスターノンステップに見られるフルフラットとワンステップバスの接中ではなく完全にワンステップバスベースの前中ノンステップバスである。そのため中扉より 後ろの窓の下部の高さが従来は全部と同じだが統計式は高くなっている。また、中扉後方のステップは他社の前中ノンステップバスより一段、多い三段となっているが、その分一番あたりの高さを低くしている。ドアは PJMPK までのノンステップバスと同じものを取り付けており、ドア上の空間が大きい。これらの仕様はクーラーの位置を除き、 LKGMP37 回以降にも踏襲されている。統計式よりワンステップ車及び自家用ツーステップ車がスペースランナー A として日産ディーゼルに供給されることになり2007年10月30日から実施されている。日産ディーゼル側もスペースランナー RA のワンステップモデル自家用ツーステップモデルともに継続して生産しているため日産ディーゼル側では ノンステップバスを除き、大型路線バスの車種が重複している状態になっていた。ただし、エアロスター S やスペースランナー RA と違い5速 MT のみの設定で OD5 速と直結5速を選択できる。また自家用2ステップの傾斜は設定されていない。エンジンや排出ガスの処理装置は、日産ディーゼルから供給を受けることとなり、部品の共通化によって、 コスト削減を図っている。コモンレール燃料噴射方式の MD92 エンジンのほか、排出ガス後処理装置には、尿素 SCR を初めて採用したが、これらは、日産ディーゼルの大型路線バス、スペースランナー RA と同一である。これに伴い、タコメーターのレッドゾーンの範囲が、従来の 2350rpm から 2500rpm に変更された。 リアに関しては、PJMPK 発売途中に廃止された補助、ブレーキランプが復活し、コンビネーションランプも配置替えされた。これによって、リアの外観は、前回の変更以前に近いものとなった。また、マフラーの形状も PJMPK と違うものになり、位置も左側になった。ノンステップモデルは、正式発売日の二千九年四月十六日に、先駆け、 2009年2月に、名古屋市交通局、相模鉄道、神奈川中央交通、天ヶ崎市交通局、阪急バス、新規バスに先行導入された。なお、天ヶ崎市交通局ではこのモデルの導入により、全車ノンステップバス化を達成した。形式は過表を参照。空欄の部分は、設定がないことを表す。三菱不走 エアロスターノンステップ LKGMP37FM 神奈川中央交通2010年5月18日に発表された平成21年排出ガス規制及び重量車、燃費基準適合車。平成17年排出ガス規制基準値に対して窒素酸化物の65%低減粒子状物質の63%低減を達成している 本形式も UD トラックスにスペースランナー A として供給されていたが2011年4月初旬に終了した。エンジンは再び三菱不走トラックバス製となり中型バスのエアロミディに搭載されていた 6M60 型エンジンを採用したことで排気量が 9.2L から 7.5L に小型化した。最高出力は 199kW2500rpm。 最大トルクは 785nm 1100から 2400rpm また再生制御式 dpf と尿素 scr システムを組み合わせたブルーテックテクノロジーを採用することにより nOx-pm を大幅に低減している外観は先代とほぼ同じだがマフラーの位置が再び右側となった全車種に アリソン製の6速 AT と ABS、パワータードブレーキが標準装備され、5速 MT 車が廃止された。従来のエアロスターに搭載されていた5速 AT では、オーバードライブギアが1段だったが、LKG MPK では2段として、巡航時の経済性を確保、消排気量化で細くなったトルクは、ファイナルギアのローギアード化、減速比を大きくすることで補っている。 運転席のメータークラスターには走行情報、燃費情報などをフルカラー多重表示モニターに表示するマルチ情報システムアイビスを備えた。PKG MPK の発売途中で追加された三菱不走バス製造車体のディーゼルノンステップ車は MP3 をワンステップ車の改造扱いとなっていたためディーゼル車での MP37 形式は PJ MPK 以来の復活となった。 車体は PKG MPK と同様ワンステップ車並みの車高を有するタイプであるが屋根状のクーラーに関してはワンステップ車同様の位置に変わった。ただし中扉直後の段差は PKG MPK の3段から他車と同等の2段となっている。2010年6月2日に生産初号車となる神奈川中央交通向けノンステップ車が完成し、 三菱不走バス製造にて、ラインオフ記念式典が行われた。形式は過表を参照。空欄の部分は、設定がないことを表す。三菱不走エアロスターノンステップ 9KGMP37、FKKO バス東2012年4月20日に、発売が発表され、同年7月2日に発売開始した。LKG マイナス車同様に、 平成21年排出ガス規制に適合しており、さらに自家用2ステップ仕様の一部を除き、重量車燃費基準適合車となっている。LKG マイナス車に対して、窒素酸化物の10%低減と、粒子状物質の30%低減を達成している。LKG マイナス車からの主な変更点は以下の通りである。エンジンや排出ガスの処理装置、ミッションは、 LKG- 車と同様で変更点はない。クーラーは LKG- 車までが三菱重工業製が標準設定で伝送製がオプション設定だったが伝送製が標準設定になり三菱重工業製がオプション設定に変更された。形式は可表を参照。空欄の部分は設定がないことを表す。オーストラリア向け MP300。 MP3 号オーストラリア向けの路線バスとして2013年7月11日にエアロスターノンステップを MP300 の名称で輸出することが発表された。日本国内向け車両と同様富山の三菱不走バス製造で製造され完成車として輸出する。国内向け同様 K 尺、M 尺がラインナップされる。オーストラリアの路線バスとしては 初のアイドリングストップスタートシステム搭載車種となる。前扉に反転式スロープを装備、車椅子スペースは軽尺が1台分、M 尺が2台分となっている。ノンステップ部の座席配置は国内仕様とは異なり、二人掛け座席と跳ね上げ式の横向きベンチシートで構成されている。車椅子固定用ベルトの装備はない。車椅子通過のため、タイヤハウス間の幅が 国内使用より 40mm 拡大されている。また、全部の行き先表示器脇にマーカーランプとウィンカーが、後部にウィンカーとブレーキランプが追加されており、逆に側面のウィンカーは装備されていない。車内には、通常の非常口に加え、脱出用のハンマー、天井の非常脱出口が装備されている。その他各種表記が英語になっている。 店頭を除けば、ほぼ国内仕様と同じである。タンブル S 社やディーキン大学で、すでに導入されている。その後、ツーステップ仕様の MP35FP が、スクールバス向けとして、MP35 の名称で発表されている。こちらは、側窓が逆 T 字窓と、固定窓が組み合わされた、オリジナル仕様になっている点。前扉が、グライドスライドドアになっている点。 客席シートが現地メーカー製になっている点など独自仕様が多く見られる。2014年に国内向け仕様はリニューアル発売されているがオーストラリア向けは現在のところ変更されていない。三菱不走エアロスターノンステップ q k g m p 3 8 f k セーブバス2014年6月19日にマイナーチェンジが発表受注開始された。 変更点は以下の通りである。形式は可表を参照。空欄の部分は設定がないことを表す。オーストラリア輸出向け仕様は現在のところ従来の仕様のままである。2015年にライバル車種であるイスズエルガが2代目にフルモデルチェンジしてノンステップバスに統一されたことで国内で製造される唯一の大型ワンステップバスとなった。さらに、 翌2016年には、イスズエルガミオも2代目にフルモデルチェンジしてこちらもノンステップバスに統一されたことで国内で製造される唯一のワンステップバスとなった。三菱不走、エアロスターワンステップに PGMP3 を FM 新規バス2017年10月11日に発表、発売された。平成28年排出ガス規制。 平成27年度重量者燃費基準をクリアしている。今回よりアイドリングストップの方式が自動戻りと手動切り替えの2種類が用意され、自動戻りの車両は燃費基準プラス5%を達成している。自家用2ステップ仕様は廃止された。また、左側バックミラーステーブにサイドビューカメラと確認用液晶モニターが標準装備された。 形式は過表を参照。空欄の部分は設定がないことを表す。2019年9月に改良された。ドライバー異常時対応システムを標準搭載し、LED テールランプを全車に搭載したほか、車載式故障診断装置システムを搭載し、JOBD2 に対応した。CNG ノンステップ車のガスタンクは長手方向に置かれ、カバーは前後でに分割される。 本節では CNG 車について突起することとし、ベースとなるディーゼル車との共通仕様についてはエアロスターを参照のこと。KCMPK1998 年10月22日に発売され、ベースとなるディーゼル車の改造扱いとなる。三元触媒の仕様による抵抗外化や静粛性が特徴である。発売からしばらくの間はエアサス2ステップバスのみで、 ノンステップバスの発売開始は2000年2月9日と、なったが発売前に製造された試作車が存在する。エンジンは 6D24 型を搭載し5速 MT が標準。サスペンションはエアサスのみで WB6 メートル車の設定はない。形式については下表を参照。キロリットル MPK アリソン製 AT 搭載車の運転席 KCMPK とは、 駆動面での変更は、ほとんどなく、エンジンもそれと同型を搭載しているものの、ミッションは5速80との MT が標準となった。また、2ステップ車の設定がなくなった。キロリットル MPK ディーゼル車は2005年8月を、もって、発売を終了し、PJMPK の発売に完全移行したが、 CNG 社は新短期規制の影響を受けないため2007年8月31日まで発売された。実際にディーゼル社の発売が p j m p k 営移行した後も導入例が見られる。2005年10月以降に導入された車両は、それ以前の導入車両と比較すると外観面で変化が生じており、フォグランプの小型化、透過器具の保安基準改正に適合に伴う、 リアコンビネーションランプの変更、取り付けが義務付けられた、側面反射板の取り付けなどの変更点が見られた。形式は、キロリットル m p 3 7 j 警戒または、キロリットル MP37JM 改め。後日する、エアロスターエーコハイブリッドをベースとした、プラグイン式電気バス試作車が、三菱重工業と共同制作され、 国土交通省実証実験として2011年に、京都市、京都市交通局、2012年に、福岡市、西日本鉄道にて試験運行された。エアロスター西高山体比較純正の、三菱自動車バス製造製車体以外に、西日本車体工業製の車体を仮装した例が、西日本を中心に多数存在する。ただし、2003年に、西日本車体工業が、 日産ディーゼルの標準車体となり、それ以降は三菱不走バス製造に一本化する予定だったが、一部のユーザーの要望でごく少数ながら、西港でも生産されている。初代エアロスターは 58MC、二代目エアロスターになってからは 96MC が仮装されたが、三菱不走側のモデルチェンジが西港よりわずかに遅かったため、 初代エアロスターシャーシに 96MC を仮装した、例もごく少数ながら存在する。西高仮装車に見られる特徴として、高出力ターボ車用シャーシに、標準床ボディを仮装した近距離高速バス使用車が存在しており、西鉄などが導入している。同様に、高出力ターボ車に仮装した近距離特急バス使用車が存在し、両村内バスが導入している。いずれも、 ホイールベースを5.3メートルや6.0メートルから6.5メートルに延長改造しているものが多い。なお、富士重工製車体への仮装は1998年3月で打ち切られた。また、同社のバス車体製造も2003年3月で打ち切られた。当初蓄圧式、ハイブリッドバスが開発され、後に電気式シリーズハイブリッドバスが開発された。 m v ベックスカランベックス3まで3社名4世代で製造された。導入事業者は東京都交通局、横浜市交通局、川崎市交通局、神奈川中央交通、名古屋市交通局、大阪市営バス、京都市交通局、神戸市交通局、納品のり上自動車、名古屋鉄道など。他社にも、蓄圧式、ハイブリッドバスとして、イスズキュービックのシャッセと、 日産ディーゼル UA シリーズのエリップが存在するが、いずれも期待していたよりも、省エネルギー効果が低かったこと、ハイブリッド機構の小型、軽量化や移設が難しく低床化に向かないこと、中期安全ブレーキ規制への適合も難しいなどの理由で開発が中止された。そして現在は、ハイブリッド機構を停止、撤去した事業者が多い。n b e x n b e x 2 n ッ e x は、 地上設備の不要な蓄圧式ハイブリッド機構を搭載した抵抗会社として1993年に発表された。1995年にアイドリングストップ機構と参色バイマフラーを装着して KCMP237-637 系となり、社名が UBEX2 となった。運転席の軽基板上部に エネルギー蓄積度を表すレベルゲージが増設されている。エンジンは、ウベックスが 6D22 型、ウベックス2が 6D24 型である。形式は、以下の通り。ウベックス3ディーゼル車のエアロスターへのモデルチェンジに少し遅れて、蓄圧式ハイブリッド車も1996年12月にウベックス3として、モデルチェンジされた。なお、 平成6年規制の NBEX3 はわずか9ヶ月程度しか製造されず、翌1997年8月には平成11年規制対応にマイナーチェンジされた。形式はエアサスが MP737 系、リーフサスが MP337 系となり、KC マイナス車、キロリットルマイナス車とも MP737 系、MP337 系が、 ホイールベース4.8メートル、MP 分速737メートル P337M がホイールベース5.3メートルである。なお、2000年5月23日に平成11年排気ガス規制に伴いディーゼル車のエンジン関係の改良が行われたが、蓄圧式ハイブリッドであるベ b e x シリーズは NBEX3 を最後に生産中止となった。末期の車両は前扉が ワンステップ、中扉が、ツーステップの車両が存在する。形式は、以下の通り。三菱不走の電気式、ハイブリッドバスでは、シリーズ式が採用された。また、当時発売されていた、ハイブリッドバスは、ワンステップバスの日の、ブルーリボンシティ HIMR のみであり、三菱不走が初めて、ノンステップのハイブリッドバスを開発した。エアロスターノンステップ HEV。 エアロノンステップ HEV 三菱負荘エアロノンステップ HEVMP37JAM 海塩州鉄道蓄圧式ハイブリッドシャンックスに代わって開発された電気式ハイブリッド車2000年の東京モーターショーで参考出品される日のブルーリボンシティ HIMR と異なりシリーズ式ハイブリッド機構を採用エンジンはエアロミデの 6M61 を搭載して 走行用モーターの発電機に徹し、動力源とエネルギー吸収に電動機を用いる。2002年6月にドアを3扉から2扉に変更したプロトタイプ車シリーズ式電機ハイブリッドバスやロスターノンステップ HEV の試験運行が円習鉄道にて開始され、2002年のサッカーワールドカップ輸送にも使われた。なお三菱不走ではノンステップバスを ノーステップバスと呼称していたが、エアロノーステップミディと異なり、エアロスターノンステップ、HEV という名称が採用された。2004年2月23日からシリーズ式電気、ハイブリッドバスエアロノンステップ HEV が正式発売され、試験運行を行った演習鉄道と名古屋鉄道が導入した。またデモカーは、名鉄バスに貸し出され、 愛知万博のシャトルバスとして使用された後、岐阜乗り合い自動車が購入した。関東8都県市、近畿県デブマイナス6、有指定抵抗会社。遠州鉄道に2台、名鉄バスに2台、岐阜乗り合い自動車に1台ずつ購入されたが、2012年の遠州鉄道を皮切りに順次廃車され、すでに全廃されている。なお、名称は、 エアロスターノンステップ HEV からエアロノンステップ HEV に変更されている。開発初期の車両は送電圧 648V 最大容量24アーモータ最高出力 152kW モータ最大トルク362ナノメートルであったがエネルギー密度などの観点からバッテリーの送電圧は 612V に モーターの最高出力は 90kW2 機に変更となる。発電用エンジン回転数は 1700rpm と固定しており、これは 6M61 型エンジンの最大トルク 539nm1700rpm を発揮する値となる。このエンジンには補機にあたる冷房用エアコンコンプレッサーやブレーキなどのエアコンプレッサーが一体型になっており、またその他の補機は 電動モーターでの駆動になっている。軽機類は、後継のエアロスターエーコハイブリッド同様、タコメーターが省略されるなど、HEV 車用のものとなっている。このほか、後輪には、ブリジストン製長編平シングルタイヤを採用し、後輪部の通路幅が拡大された。各部品の製造会社は、バッテリーは、急に本電池、モーターと VVVF インバータは、シーメンス。 モーター減速機はフレンダーとなっている。ディーゼルノンステップモデルであるキロリットル MP3-7JM の改造扱いであるため形式は MP3-7JM 回となっている。エアロスターエコハイブリッド三菱不走、エアロスターエコハイブリッド BJG MP3-7TM 羽田京急バースエアロスターエコハイブリッドは2007年9月26日に発売を開始した。 平成17年排出ガス規制及び平成27年重量車燃費基準に適合。基準値に対し粒子状物質及び窒素酸化物の10%低減に成功している。発電用ディーゼルエンジンはローザの 4M50 系を採用し回生ブレーキを装備している。これらにより低燃費及び高い静粛性を実現している。エアロスターエーコハイブリッドは 以前のエアロノンステップ HEV とは違い、増速機を介して発電用モーターに動力を伝達している。発電用モーターは回転数 3917rpm で 40kW を発電する。この技術は親会社のダイムラーにも提供されており、シターロジンハイブリッドに用いられている。ノンステップバス専用車でホイールベース4.8メートルが BJGMP37TK、同5.3メートル車が BJGMP37TM となる。一部所限は、送電圧 634V、最大電流容量 22R、モータ最高出力 792kW、モータ最大トルク 355Nm、発電機増速比2.2448であり、モータ減速比が変わるが、アクスル減速比は変わらない。 発電用エンジン回転数は 1600rpm と固定しており、これは 4M50 型エンジンの最大トルク 530nm を発揮する値となる。エコハイブリッドのエンジンには補機がなく、すべての補機を電動モーター駆動にして、エンジン起動回数を減らしている。このほか、後輪には引き続き、超変平シングルタイヤが採用された。運転席周りの軽機類は、 PKGMP35UK とほぼ同様であるが、回転系が、主バッテリー残量系になり、ディーゼル車では省略されている、バッテリー電流系が装備され、逆に油圧系は省略された。各部品の製造会社は、バッテリーは、日立製作所、モータと VVVF インバータは、シーメンス、モータ原則機は、フレンダーとなっている。ポスト新長期規制を適合させずに、 2010年9月末をもって製造を中止した。両備えバスには車体の屋根にバス用としては世界初の太陽電池パネルを設置して太陽電池からの電気を車内の LED 照明に使用し同じくバス用としては世界初のマルチアングルビジョンモニターを運転席に設置した車両がある。三菱ふそうエアロスター s p d g a a 七十三 環境都市交通局エアロスター S は、かつて、日産ディーゼルが製造していた大型路線バス、スペースランナー RA の OEM 供給車。2007年5月21日より発売され、新長期規制に適合している。車体は、西日本車対抗行政。原則的に、ノンステップバスが供給されるが、自家用車の認可も、国土交通省より取得している。 ただし自家用については実際に販売されることはなかった。排出ガス規制強化による開発コスト増大に対応するため、ノンステップバスに関しては当初、三菱不うと日産ディーゼルで車種が統一された。しかしその後、エアロスターにも p k g m p 3を有形にワンステップ改造扱いでノンステップモデルが登場し、LKGMP37 回系以降にも、 ノンステップモデルがあるため、最終的には、ノンステップモデルが、エアロスター S 及び、スペースランナー RA に統一されているわけでは、なくなった。スペースランナー RA とエアロスター S は、外観上全くと言っていいほど差異がない OEM、供給者であるため、内装、外観ともに日産ディーゼルのスペースランナー RA と、ほとんど差異はなく、コンテンションプレートにも、 日産ディーゼル工業と記載されている。そのため、社外にメーカーエンブレム等がない場合、車番表、または車体番号、あるいはステアリングホイールのエンブレムを確認しないと判断できない。スペースランナーは日産ディーゼルのロゴになっているが、エアロスター S の場合は三菱グループのエンブレム3ダイヤになっている。また、リアランプもスペースランナー RA と同一である。 エアロスター S の初期車は、シビリアン用テールを装着するが、スペースランナー、エアロミディ S の新型発売開始とほぼ同じ2008年1月より、両車ともバルブ交換の容易化のため、リアランプが、日産シビリアンの一体が当たっているランプから、三菱不走エアロスターと同じ、ゴールドキング製の汎用ランプに変更されている。さらに、エンジンや尿素、SCR システムをはじめとする排出がすご、 処理装置がスペースランナー RA と同一なのはもちろんのことだが、これらはエアロスター2代目の p k g m p 3号、u k とも同一である。これは2社の業務提携により、2社が発売するすべての大型路線バスのエンジンや排出ガスの処理装置が統一され、日産ディーゼルから供給されているためである。ただし、PKGMP と異なり、 エアロスター S の5速 MT は直結しか設定されていないが、その一方で同系列には存在しない OD 付6速 MT 車や ZF 製5速 AT 車も設定されている。形式はトランスミッション等の仕様の違いによって排出ガスや燃費が異なるため多岐にわたる。5MT 車と 6MT 自家用車の T シャックは発売当時から PM の10%低減を達成しているほか、平成27年重量車燃費基準に対応しており、PKGAA274AK となる。その一方、5AT 車や T 車区以外の 6MT 自家用車は、発売当初は新長期規制のみに対応し、2007年9月頃に PM のみ10%低減を達成した車両にマイナーチェンジされた。全車が、 アトグ AA273AK、後者は PDGAA273AK となる。2010年10月に施行される平成22年排出ガス規制には適合しておらず、また、同社のボディメーカーの西日本車体工業の解散により、スペースランナー RA と同じく2010年8月をもって製造を終了した。形式は可表の通りである。 二段になっている項目は、途中でマイナーチェンジされたものである。三菱不走、エアロスター空港ランプバス MP218 改め、東京空港交通 MP517、518、系及び m p 6 1 8系には、同時期に生産された観光バスである。それぞれ MS512、MS613 及び MS713 の、 フロントマスクを搭載した車両が、わずかながら存在する。これを実現するため、同型の車体断面は、エアロバスのスタンダードデッカー車と共通となっていた。長距離路線バスへの導入のほか、東京空港交通が運行する羽田空港、成田国際空港のランプバスにも見られる。ただし、フロントオーバーハングより、後方の構造は、通常の MP と同等である。また、 シンクレ派製の車体を仮装した車両では、エアロスターと同じ車体幅のエアロミリ、MM 観光使用者の車体を延長して仮装した例もあり、こちらはエアロバス系にかなり近い。しかし、MP35 系に MS8 系、MS9 系のフロントマスクを搭載した車両は、現在のところ確認されていない。従前、このタイプの車両を導入していた事業者でも、MP35 系で、 オプション設定されたフロント1枚窓マスクやもしくは路線マスクのまま導入している。前日の通り2007年から2010年まで三菱不走と日産ディーゼルの間で総合 OEM 供給がなされていた。詳細は日産ディーゼルスペースランナー A 三菱不走との総合 OEM 供給を参照。なおエアロスターエーコハイブリッドは OEM 供給の対象外となっており、日産ディーゼル側にはない。ありがとうございます。